畑片付いてますけども、海の中から、あ、田んぼから船を引っ張り出すのは大変ですね。車も全部瓦礫の山が、田畑をみんな潰してしまいましたね、平らに。国際線の駐車場なんですね、ここ。このテントなんですかね。これ宿舎です。あの米軍の、ね、宿舎になってるんですね。全てがあの車、みんな飛行場にあった車をみんなここに集めてるんですね。もう完全に車の墓場ですね、この状態っていうのは。ナンバープレートのない車は仙台新港に多いんですよ、仙台空港に。あの新車がこれ全部あの持ち主ある車なんで、ナンバープレートは大体ついてるんで、でナンバープレートついてる車の引き取りはですね、あの警察の方から本人に連絡行くんですね。で連絡を受けた本人がその車をですね、あの JAF に連絡するとですね、 JAF は無料であの移動させてくれるんですね。でところがこの市の方とかに頼むと1万5000円取られます。本人が被災した場合はどうするんだ。そのままの状態に置いとくだけですね。であと国の方で、あるいは自治体の方で本人がもういないってことになれば、そのまま処分をするだけで。でもそれでもナンバープレート外して、もう処分忙しいんでナンバープレートだけ持ってるっていう状態の場所もありますよね。
でナンバープレートで後からお金を請求するとか、だから結構金はかかるんですよ。遺体が見つかって火葬するまでの間ドライアイスで保存しますけども、1日5500円ですよ。ですから火葬の順番で10日間くらい待ってる人は5万5000円ドライアイス料。自治体から請求されるんですか？そうです、自治体で安置置き場の方にそのお金を払わなきゃいけないんですね。1日5500円ですから、分かった人はもうその請求が来るし、分からない人はもうそのまま東京にみんな遺体を搬送して火葬にして骨で仙台に戻すんですね。でそれで DNA のやつとか、あと花田とか分かるものを骨箱に置いて、でそれであと誰か来てもらうまではずっと保管しておくだけですけどね。だからこの閖上界隈で上がる遺体の人が決して閖上の人ではないんですね、はいはい、石巻とか多賀城とか向こうから流されてきてますんで。さすがに避難所で安否確認で避難所回りをしましたけどね、一回もやっぱり遺体安置所に行かないんですよそれはもう全部の避難所に行って一個一個確認したりはしましたけども、いないと担当者の人がもしかしたらっていうこともありますのでって言われるけども、いや大丈夫、生きてるから大丈夫だよって次の場所にずっと回りましたけどね。そこに回ってもし名前があったりしたらもう思えないから、だからそこには行かない今でも行ってないけども石巻の避難所はうち方の組合員の息子が学校の先生やってるんで避難所の世話をしてて、でそれでうちの組合員とかね、電通の組合を見つけてくれて、うちの中学校にいますっていう電話が学校から入って、だからそういうのは電話で受け取った時一番いいね生きてるよとか全員大丈夫ですって言われると、現場見に行ってもめちゃくちゃみんなの死んでる姿とか見てるけども、生きてるっていう電話が入るとめちゃくちゃ嬉しいですよね。だから今でもうちで安否確認で20人くらい分かんないんですよ。でも気持ちは生きてるっていうふうにもう思ってますからね。だから来週あたりから今度は坂本の方常磐を全部相馬まで行くつもりなんですね。一箇所一箇所全部探して、あと家を見つけて、で避難してるときはその家の前にね、誰々のうちに避難をしてますって紙を貼って、はいはい、移動してる人が結構いるんですよ。ですからそれを頼りに行かないとわからないんで、ですからもう油入れて一生懸命回って、どこどこに避難してるって言ったらそこに行って確認をするつもりでいますけどもね。幼稚園とか孫の関係でこっちに避難をしたとかっていうのが結構いますから、ただその紙を貼ってるだけなんで安否確認の情報から外れてる人がいるんですよ。やっぱりそういう個人個人で行かないと、だから避難所にいると名前もみんな分かるんですけどね、自分の家にもう子供の仙台の子供の家に行ってますとかっていう紙が貼られても全然対象になってないんでね。だからそういうのをみんな探して、住所に基づいて全部回って歩くつもりです今週は。だから今週末あたりにはまた大船渡に行きますから岩手の沿岸部を多分、そう福島は相馬までしか行けないと思いますけども、でもなんとか南相馬の方まで、旧の言葉で言うと平市まで
入ってみるつもりですけども。